大久保駅は、兵庫県明石市大久保町大久保町にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRA75、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。中央本線の大久保駅あるいは、大羽本線の大久保駅と区別するため、当駅発着の切符には、大久保と印字される。12両編成対応の島式ホーム2面ム4線を、持つ、 京城駅である。一番乗り場が上り対比線、二番乗り場が上り本線、三番乗り場が中線、四番乗り場が下り本線となっている。主に二番乗り場と四番乗り場が使われる。また、四番乗り場の南側には、ホームのない下り対比線が一本ある。以前は二面三線であり、これに下り対比線を加えた構造で、現在の一番乗り場が存在しなかった。 当時の1番3番乗り場に列車が停車し、退避線は2番乗り場であった。三宮、大阪方面への上りで朝7.8時台に、新快速の通過待ちをする列車と、土日宿題や夜間にスーパーハクトを退避する列車は1番、乗り場を使用する。6時台の当駅始発の大阪方面行き普通電車は3番乗り場を使用する。加古川、姫路方面下りで、 朝区時代に新快速の通過待ちをする列車は3番乗り場を使用する。なお、3番乗り場は和田岬線の車両が西明石駅の車庫に入る時や線路保守を兼ねてわずかな通過対比のない列車にも使われる。人身事故、隠しトラブルによりダイヤが大幅に乱れている場合は新快速、快速で当駅折り返しが設定されたり、姫路方面の新快速が 臨時停車する場合がある。これは、東隣の西明石駅の列車線ホームでは折り返しができないためである。なお、姫路方面からの上り列車が3番乗り場に入線することは稀である。1.3番乗り場に停車する列車は、ドア横の開閉ボタンで開け閉めする。開業当初は地上駅だったが、1996年8月8日に、京上駅舎に改築された。 京城駅舎下に合わせて、ホームと改札口の間及び改札口と南北駅前広場間にエレベーター及びエスカレーターが設置された。南口はイオン赤市シ,ショッピングセンター一番街ビエラ大久保に直結している。また、ビエラ大久保を通ることにより、イオン赤市シショッピングセンター一番街ビーブルに行くことができる。アーバンネットワークエリアに属しており、 アイコカ及び定型 IC カードが利用できる。直営駅であるが駅長は配置されておらず、西明石駅が当駅を管理している。停車場に分類される。旧駅舎の西側湖線橋に使われていた橋脚の一部をホームの時刻表形地盤の支柱として再利用している。日中時間帯は1時間に4本が停車する。長時間帯は本数が多くなり、山の宮、 大阪方面で終点まで各駅停車の普通が設定されている。また、平日朝6時台に1本、東駅始発大阪方面行きの各駅停車が設定されている。2021年3月13日から特急、ラク,ラクハリマが停車する。ダイヤが乱れた場合、本来停車しない、新快速の運転が当駅で打ち切られることがあったり、 当駅から姫路方面で運転見合わせになることがある。新快速の運転打ち切りの場合、さらに後続の新快速も臨時停車する場合がある。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は2万1人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅南側にはイオンモールが管理及び運営する。 ショッピングセンターのイオンアカシショッピングセンターが広がる。工場跡地を再開発したもので、アカシ市内外から来る買い物客によって賑わっている。また神戸成功不動産カンパニーによって大規模分譲集合住宅の大久保ボーズタウンが建設された。これらの開発で当駅周辺はアカシ市有数のショッピングゾーンになった。駅北側には国道二号が通り、 道路を挟んで、富士通や三菱マテリアル、明石製作所などの工場が立ち並ぶ。人口集積によって飲食店や食料品店なども増加しており、かつての田園風景の中に工場が立ち並ぶ、片田舎の街の光景が、高層マンションやそれらの周辺で新たに整備された公園なども、多数ーあるニュータウン的な様相へと劇的に変貌を遂げた。 駅南側には、戦術の大久保大津タウンや、他にも、大津ガーデン、大津ガーデンイーストなどもできている。さらに、イオン赤市ショッピングセンターの北側には、大久保駅と直結する商業施設、ビエラ大久保も完成した。高等学校、中学校、小学校特に注意書きのないものを除きすべて新規バスである。当駅、魚住駅間で、 新幹線の車両基地を20線程度併設する形で在来専用の留置線10線と新駅を整備する計画がある。ありがとうございます。